にちは。こんにちは。はい、今日は、はい、多摩川ゴルフクラブっていう、ショートコース、はい、じゃ あれが受付する車、そう、はい、に来てます、はい、目的はですね、はい、ユキリまだ100切ってないので、はい、こうコースじゃなくて、まあ、こうショートコースでいろいろ何細かいこととか確認してね、はい、100が切れるように、はい、あとちょっとなのでね、そう、あとちょっとなのでね、はい、やっていきたいなと思います。はい、はい、思います。ここは全部パー3で全部で9ホールあるんですね、はい、ということですね、やっていきたいと思います。はい、ということで手引きカートです。そうです、いいですね。ユキリンはね、よくショートコース行くって行きます言ってたんで、はい、あの打ちっぱなし行くよりコスパがいいんですよ。打ちっぱなし行っても5000円分ぐらいチャージするじゃないですか、うんうん、最初打つし、でもここ2500円です。そうで、9ホールもあるので、でアプローチもパターンも全部できるから、そうね、ほぼ実践じゃないですか。実践、やっぱやって打たないと、打っていかないとと思って、うん、ショートコース大好きです。でも今日ちょっと怖いです。電車も近いし、車も近いし、人も近いので。誰かに当てちゃいそう。わーは通用しないから、通用しないみたいな。ボールでーす。ボールでーす。はい、はい、風邪気です。今は、まあ、3時10分なので、多分1周ぐらいで終わっちゃうかもしれないね。もうちょっと早く来れば、なんか回り放題もあるみたいです、うん、6000円ぐらいかな、うん、なのですごいですよね。2周目、3周目の方もいらっしゃるみたいです、うん、やる気満々です。うん、すごい。しかも結構フラッと来てらっしゃる方が多いですよね。そんなかさ、ぎゅうぎゅうじゃなければさ、もうちょっとアプローチの練習とかできるんだけど、そうですね、ちょっとぎゅうぎゅうだよね、うん、人気なんならパターやらなくていいし。確かに。130ヤード、7番です。上げてるか届かないかな。9番と。どうすかな。お願いします。はい、お願いします。お、乗るんじゃない。どう。お、乗ったんじゃない。ナイスオン。ありがとうございます。はい。ちょうどよかったですね、うん、9番ウッド、はい、いつも行ってるショートコースは手引きじゃないの。あ、手引きだけど、なんかこんなんだったっけ。こんなんじゃない気がする。あの、実家の熊本なんですけど、熊本帰って、うん、なんかサクッとこう友達と練習するときはこの手引きカードです。あ、そう。はい、1500円とかでできるんですよ、熊本。はい、すっ、安いですよ。今度行きましょうよ。そうだね、熊本行きたいな、うんうん、東京高い。東京高いね。ゆきりなんか苦手な、何が苦手なんだろう。アプローチでも上手くなってる。いや、でもビビっちゃうんですよね。オーバーするのが怖くて、はい、ちゃんと打てないあってことが多い。なるほどね、はい。うまい、すごすごい。あの、そういうのができないです。ああ、こういうのね。はい、そっから練習していいですか。
ゆる、あ、いいよ。ベーキリンは練習してみます。3度56度。そのなんか低く、こんなんかな、手をね、上に上げないで低く出すのよ、全部。そうそうそう、ずっと低く出すの。はい、そうそうそう、できるじゃん。あ、できる、言われたらできる、うん、上にやっぱね、私ね、こうやっちゃいます。上げちゃうでしょ。アプローチは全部こうですか。テイクバックス、まあ、ほとんどのクラブを低く上げてった方がいいと言われてる。うん、全部全部そう、こうじゃなくて、そうそうそう、ずっと低く、そう、低くない、そう、やばい、ナイスじゃん。上上げるとさ、出るのも大変だから、うん、テイクバック低く上げていくと、そう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 、良きです。はい、ジュンさん最近どんぐらい行ってるんですか、ラウンド。ゴルフはね、でも週1ぐらいかな。お、そんなに行ってるんだ。うん、いいな。行ってる時は行ってるし、うん、行かない時は行ってない。練習はしてない。で、今日は久々かもしれない。それで言うと練習がね、うん、なんかゴルフ自体。あ、本当ですか。親、うん、切るの、うん、あ、行ったんで打ちますか。6番アイアンで、で、この後はちょっとバンカーがあるから、バンカーで練習しよう。はい、とりあえず打ってみます。ギリギリ手前でした、うん、オンしたかと思った。オンしてない、微妙にダフった。ゆきりバンカー苦手？めちゃめちゃ苦手です。あ、そっか、バンカー。あー、ダフっちゃった。だから手前叩いちゃった。足りません。足りませんね。足りませんです。9番ウッド。はい、そうです。6番買ったと思ったら9番でした。どういうこと？どういうこと？どういうこと？6番ウッド欲しかったんですけど、うん、もう9番ウッド買ってました。やばいじゃん、うん、線ついてなかった。はい、だ、寝ぼけてたのか、うん、ただ単にバカなのか、うん、じゃあどうすんの？使い酔いだったのか。いや、だからもう9番ウッドで頑張るって決めました、うん、で決めたんだ。はい。え、ドライバーの次何？4番ウッドです。あ、4番ウッドで、あと6欲しいなと思って、うん、さあ9番ウッドだった。いけんだけバカそんなに安い買い物じゃないの。そうなんですが、だからまた売って買おうかなと思ったんですけど、うん、9番ウッド売れない説出てきて。確かに。だったらもうこれを使って、うん、また頑張って買おうって思いました、うん、なるほどね、はい。まあ、9番ウッドの方が打ちやすいしね。うん、そうですね、うん。4番ウッド打てるなら6番ウッドも打てると思うんだけど。そうです。そう、4番ウッド調子いいんですよ。あ、そうなんだ。いつも、はい、いいね。低くだ。はい、いいじゃん。ちょっと低くだ。ナイスキック。おっきり乗りました。そのくらいって。惜しかったですよね、うん。低く出して、フェースをしっかりあっちに向ける。そうそうそう。うん。うん。惜しい。まあ、いいんじゃない？まあまあかな。うん。いいですね。ありがとうございます。いい練習ですよね。ゆるっと。ゆるっとね。はい。100切れますよ、それだったら。切れますよ。はい。切れますよ。急に敬語。切れますかね。なんかいつもギリギリ切れないんですよ。でもバンカーとかちょっと苦手なところがね、うん、じゃあバンカーやりましょう。はい。なんかこういう時も、うん、あの向こうにおばあちゃま方がいらっしゃるじゃないですか。振りづらい、怖い。まあ確かに、なんか先にいると思う。でも思い切っていいんですもんね。うん、いいよ。怖いな。もうちょっとボール左側に置いとこう。左、逆、逆、こっち、こっち、そうそうそう。左足前、左足下げる。
うん、でもうちょっと体を開く、そう、そうそうそう、怖い、で上向かないで低く出す感じ、それも同じく、はい、うまいじゃん、うまくない、うまくないですか、それをっていいよ、ありがとうございます、うまくないですか、なんか、そう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 、自分が怖いの、そうそうそう、オッケーオッケー、え、あ、ちょっと緩んじゃったね、調子乗った調子乗った、もうちょっと後ろを持ってきてみる、手緩まないようにしっかり振り抜く、はい、いいじゃん、うまくない、うま、百切りできます、うまい、でも基本この姿勢ですか、うん、バンカーは、そうそうそう、なんか距離が遠かったりしたら、あ、そしたらもうちょっと普通に打っていい、あの、まっすぐ構えて、うん、でも普通に打って、そうそうそう、でもこういう近い時はちょっと開いて、そう、その方が、そうそうそう、その方がね、あの、飛んでかないから開いてると、うん、だからもっと思いっきり振れるようになるから、なるほど、うん、私2匹クマモン飼ってるんですけど、うん、もう1匹しかいなくて、1匹しかいない、多分落としてきたんです、落としてた、あ、いた、あ、いた、ズームします、ごめんな、ありました、でかい、ちょっとでかいじゃん、ドライバーとウトヨです、かわいい、ごめんな、いつもゴルフ場でクモモ落として呼び出しくらう、はい、忘れ物のとこにいるんですよ、ごめんね、マジで、だからもしゴルフ場でクモモを見つけたら、うん、70ヤード、はい、7番ウッドです、はい、うん、ナイスショー、まっすぐ、まっすぐ、綺麗です、おー、ナイスショー、乗った、いや、ちょっと手前です、手前が、さすがです、よかったです、4番ウッド、暗いね、もう、はい、バフディ、あー、やっぱなんか手前叩いちゃうんですが、もう一回、なんでですか、膝使ってるからさ、あと上で待ってる、止まってますか、止まってる、1、2、うん、えさよなら、2本とも壊しちゃいました、一発目でやりますね、そうだね、まあ、練習だからここは基本、はい、こういうことがあると尺が切れません、はい、もはやこの動画はプライベート動画、また私とじゅんさんプライベート動画多すぎ練習に来て動画撮った的な、はい、でもなんか皆さんショートホールとか行くんですかね、どうやって練習してるんだろう、なんか教えてほしい、視聴者の皆さんがどうやってゴルフを練習してるのか、なるほどね、なんか打ちっぱなしも私すごい行きますけど、うん、すっごい人多いじゃないですか、うんうん、みんな1時間ぐらいこうさーっと練習してる感じだけど、私と一緒でショートホールで練習する人も多いと思うんですよね、確かに、うん、でもさ、都内からさ、はい、30分で来れるし、あ、30分で着きましたよね、1人2500円だし、うん、安い、安いよね、コスパいい、コスパいいよね、うん、平日だとなおさら、だから絶対いいと思うんですよね、確かに、いいね、うん、皆さんどうやって練習してるんだろう、教えてください、何練習、コメントで教えてください、はい、
ゆきり苦手な距離とかあるの？あ、こんぐらいです。こんぐらい苦手？はい、多分なんかね、手前打っちゃうか気がするんですよね。ハンドファーストをね、持ちつつ打つんですよ。はい、はい、打つ。ギリギリ持ったんじゃん。なりました。もう一回けどギリ頭ない。ギリ、あります、あります。ボールの左側を見て、あのビルに向かって、ビル、無事抜いてください。あー、うまっ。なんかアプローチってテイクバック、うん、短め、うん、で振り抜くってイメージですか？いや、決めた分だけ打つって感じ。あ、これだったらこうし、え、一緒？幅は一緒？いや、幅が違う。あ、テイクバックとこっちとこっち、こっちとこっち、こっちとこっちはまあ一緒かな。あんまりフォロー気にしてないかも。私こっちがテイクバックをきっちり、うん、ちっちゃく打つときはもうこれぐらいとかね。なるほどなるほど。もうちょっと音がこう、なるほどなるほど、っていう感じで打ってます。ありがとうございます。はい、だから雪にこんぐらい、そうね、もうちょい短いかな。うん、ビビる。決めて打った方がいいよ。テイクバックした分だけしっかり打つって感じよ。それでオーバーしちゃったら、あ、そう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 。はい。それでオーバーしちゃったらもうしゃなし。そう、しゃなし、しゃなしだから。そう。いいじゃん。そうそうそう。なるほど。そう。それでオーバーしちゃったらもうちょっとちっちゃく打てばいいだけ。ちっちゃく打てばいいなっていう。うん、そうそうそう。テイクバックしてから悩むと緩んじゃってちゃっくりしちゃったりとかする。ということで、ゆきりんの100切りを応援したいという方はいいねとチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしてます。バイバイキーン。